こんにちは。本日2024年3月13日18時30分。なんかこう、いつもにも増して、こう、だいぶほうれい線が、ちょっと、ね、自分の顔がだいぶ、かなり、まあそういう風になってるっていう部分はあるんですけども、まあかなり変な顔になってます。自分のも自覚あります。今日、行きすし、17時、まあ18時前ぐらいですね。まだちょっと明るかったぐらいの時間帯。甲府病院の近くの、駐車場のところでですね、斜め右向かいから着物を着た女性が横を走っていったんですけども、あのスピードはどちらにしても急に声かけられません。これは絶対無理よ、本当に。ほんで、もともと走ってる人に声かけづらいから。マラソンとかの大会とか、あらかじめ誰それ選手が来るとか、こうずっと探していて、こう声援を送るとか、それはあるかもしれないんだけど、あのスピードは無理。で、そもそも、もうどこの誰か本当にわからない。で、近くに、その、駐車場の出入り口にいた女性が、まあ僕より年齢上の人だと思います。で、周り子供を連れています。よくわからない。で、棒読みでね、好きだったらええわって、なんか、こういうこと言ってたんですよ。そう、僕も、なんだこいつなと思って、ほんと正直、ごめんなさいね、知り合いがいたら。そのまま、歩いて行って、いや、待てよって、あの駐車場の中、いや、その着物着た女性はね、まだ顔がだいぶほっそりしてたんですよ。僕みたいにだいぶ顔が取られた時のコーペなのに、カコ様かな。なんかちょっとメイクもしてたし、いやもう走って取りすぎられたら逃げないかも、慎重なんせっちゃ、わかんないから絶対。生えてる気も。もう昔もこの話して、みんな大笑いしてたんですけど、その役はなんか、役代わりになってるのかもしれない。わかんない。で、とりあえず戻って、その駐車場戻って、まあ、車がまたややこしい、この何台もあるんですよ。で、見渡したんですよ。まずその着物を着てる女性を。けど、あれ？さっきこの駐車場入っていたはずなのに、その着物を着てる女性が全然見当たらないと。どこの車の中にもいないと。ただ、青い色から、まあちょっと、水色でもないんですけども、青と水色の中間みたいな、まあ色の車に、まあ服はね、佳子様が着ていたことのあるような服に近い色ような服、まあ白色だったとは思うんですけども、なんかこう、スマートフォンを見てたんですかね、こう、うつむいていって、まあ、電波でなんか違う、全然違う女性の声で、キャっていう、もっと、高年齢でそう、聞いたことない。で、いや、だからね、僕の顔も今すごい変わってるから、一瞬、いや、いくらでも、カコ様じゃないだろうって思ったんですよ。まあ、カコちゃんでもいいでしょうし。いや、今、そうね、ギリギリまで運転免許証を見せて、秋篠宮佳子様ですかってこう、まあ、コンコンってノックして聞いてみようかなと思ったんですけども。顔見た時に、いや、いくらなんでも違うだろうと思ったんですね。いや、ごめん。もう僕今こんな顔になってますけども、全然違うような、顔の時の僕とも、過去の過去様、こういう顔の時に過去様が会うっていうことになるんですかね。よくわかんない。その人が過去様だったんですよ。僕のその時の認識は、いや、違うんじゃないかなと思って、まあ、やめとこうかなと思って。まあ、違うだろうと思って。ただ、なんかその着物着て横走りすぎる話も何回か聞いたことがあったりだとか、いやいや、今までいっぱいいろんな人間。ほんと。
もう明らかに、違う人、例えば茶髪の、もう おばあさんが着物着て、この間も見かけた、そんなところ。一週間以内、その辺でも。何人か見かけてるから、一人は絶対見かけてる。多分、思い出した、あんな、この辺でも、この辺。一応その人は追い越しといた。わかんない、もう対象者が広がりすぎて、本当に。これで、宮崎駿さんのね、ご親族の方とか言われた。いや、最近、この間、君は、どう生きるかっていう映画、アカデミー賞を受賞されて、まあ、僕からの提案で作っていただいた作品なんですけど、まあ、題名はね、その各自がもうどう生きていくかだから、結婚問題の話じゃなくて、それはエネルギーの残存量問題とか、まあ、結婚問題も結構そういうことになるかもしれませんけども、エネルギーの残存量問題についてね、限界があるっていうところで。で、ごめんなさい、もう話広げすぎたら、何のミーティングか分からなくなるんで、その、佳子さまとミーティング、ミーティングというか、まあ、会議どうすれば会えるのか。ただ、ああいうふうに、そういえば、けど、あの色の車で、そういえば、ああいうふうな服装で、何回か見たことあるなと。ちょっとね、もういろんな資料を巡らしていたら、もう頭なんかだいぶ取られ始めたんで、あと、ちょっと、電波の次回付きの、ちょっと軽い身なりみたいなのね、今やられてるところで、攻撃されてるから、もうこれぐらいにしておきます。もう早く多分電源オフに早くしなきゃって自分で考えたから、それにつけ込んで多分やられてる。もう無理、本当に。まあ、情報が長すぎても、みんな持たないと思うんで、時間を見ただけで何分か動画の以上です。あ、いや、作戦というか、もうこれでだな、僕の家、いや、あともう一つ、ダイヤパレス、この間、今日3月13日です。12日か11日、ダイヤパレスの中入っていきました、過去様。いや、そこはもう、だから、だんだん家まで近づいてきて、ちゃんと僕の自宅訪ねてくれる話にしてくれなかったら困りますよ。もともとその証拠を集めていったら出現地点がどんどんこう近づいてくるっていう話で、だから一回も近づいたらもうそれ以上先に出現地点変えたりしたら、なんか それしたらそれしたら困ります。もうここでいいじゃないですか。もう本当お困りものです。本当お尋ね物が尋ねに来るでもいいんじゃないですか。わあ、だから聞きに来るみたいな形で、秋篠宮加工ですけども淡井圭介さんですかでいいんじゃないですか。音楽聴きます、メタルマックスのそのお尋ね物っていう曲、一応メタルマックスというゲームの中では一番いい曲なんですけど、メタルマックスの話とまた違うなんか登場の仕方とかあるんですか。もう勘弁してくださいよ。もうこんなにバリエーション増やされて、僕も本当無理だから、本当にそれずっと証拠を追いかけて絶対叱られるから、いろんな人に本当にもう早く決着つけましょう。以上です。いや、もう結婚希望相手は佳子様ですよ。また取られよ。あ、もう本当大変です。以上です。一応、たまっていう声聞こえてきたんですけど、一応もう一回歩いてみますね。動画アップロードしてからもう。何の苦行かわかんない、本当に。あとで今度僕の中本さんに働きに行っていた時の、その右足のね、小指が血まめができてるところの、動画、アップロードしておきます。本当に。その後、その写真、どっか貼り付けておきます。90番皇室の方たちへのメッセージか、どっかそのあたりのところに。いや、あんまり歩かされても、僕も、ただ右足開放骨折してるから、この間、河川水門開始だもん、発電、で、河川とか、老朽化した家屋とか、その、日踊り台駅から降りて、まあ、父親の家まで歩いたりとか、ちょっとした距離なんですけども、まあ、普通の人から見たら、なかなかの距離だと思います。以上です。ミーティング、何のミーティングかよくわかんない。ちょっと、そう先生、ちゃんとみんな出してって。
じゃ出すんじゃ、表現というか、どう言ったらいいの、それから、入ってる入ってないの話。率先性を出した。無気力になって、何もしなくなった。じゃだから野球で言うとね、グラウンドでいるときに、まあ、高校生とか中学生の頃ね、小学生もそうかもしれない。しまっていこうって言うんですよ。普通は気を引き締めていこうだと思うんですけど、しまっていこうでしょう。よく考えたら、自分の力が抜けていかない。しまっていこうだと思うんですよ。だから、率先性を、発揮。率先性を各自が発揮。そうそう。以上です。まあまあ、返してきた分マシだと思うんですけども、どうなんですかね。もしかして、青い着物着ていた人、この数日前の岡場駅からちょっと手前の方の交差点のところ、あそこですれ違ったの本当は佳子さまでした。でその後なんかこう足踏み鳴らしながら階段登ってきました。それやられたもう僕も困るんですよ。急に家出れないから、登っていく方が絶対早いから、本当に。今日の撮影した動画だったかな、今歩いたって言って、こうすぐこうね、スマートフォン、そのまま撮影状態のまま、財布と鍵ポケット入れて、上着羽織って、で、家飛び出したんですよ。けどそれでも数十秒はかかるんですよ。で、いくらでもそんなんなんやろうとは思うんですけども、撮影した時ね、黒い服着た、まあ、女性だと思うんですけども、いや30メートルから50メートルぐらい先行っていて、そういえば50メートル走ったら中学生の時でも7秒台とかだったから、あのぐらいの距離になるかもしれんなと思って、階段を降りていくの10秒もあったら十分でしょ。2階から1階まで普通に歩いて降りてもそれぐらいでしょ。その後、だから、20秒ぐらいで、息長い人だったら、20秒ぐらいで、50メートルぐらい距離離れれる、その階段のところから、ここの横通った瞬間。もう動画これぐらいにしときますね。もうこれぐらいの時刻です。今からパソコンにアップロードしてみます。